この番組は東急建設、ほのぼのレイク、ほかご覧のスポンサーの提供でお送りします。The joy of calling overseas can quickly disappear when you feel time slipping away and the bill going up. Well, ITJ's new low rates will turn that around. Because now a 3-minute call to the U.S. using 0041 is only 340 yen. ITJ puts time back on your side. 0041, the best way to call overseas.アンズはアンズらしく、レモンはレモンらしく、青リンゴは青リンゴらしく、雫はそのままをとっても大切にしたリキュールです。明けましておめでとうございます。番組制作とビデオ制作一筋、プロダクトビデオ企画です。本年もよろしくお願いいたします。東急建設の技術、自然の凄さを目の当たりにする実験、東急建設技術研究所の人工気象室、シベリアからサハラまで、雪も降る雨も降る灼熱の太陽も、あらゆる気象条件で建築空間のアメニティを探ります。新発想新技術、東急建設です。第9回南米スーパーカップリベルタドーレス、いよいよ決勝を迎えます。ベルス・サルスフィエルド対クルゼイロ、このゲームの解説はサッカーマガジンブラジルサッカーでおなじみのムカサ・タラシさんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。決勝第2戦を迎えています。アルゼンチンのベレス、スターティングイレブンです。チラベルト、サンドナ、ソトマヨール、ペジェグリノ、カルドーソ、モリーシ、ウサイン、ゴメス、バセラス、ポッセ、カンプス、そして監督がオズバルト・ピアーザです。一方のブラジルのクルゼイロ、ジーダ、ビトール、ジェウソン・バレージ、ジウマール、ノナット、ファビーニョ、リカルジーニョ、クレイソン、アイウトン、パウリーニョ、パリーニャ、そしてテクニコ監督はレビール・クーピです。そして勝ち上がりはご覧のようになっています。リベルタドーレスカップのチャンピオンたち17チームによって争います南米スーパーカップ第9回の決勝を迎えています。ムカサさん、はい、クルゼイロのメンバーの顔写真がちょっと間違っていましたね。かなり間違ってましたね、はい、やっぱアルゼンチンも知らないんですね。はい、はい、アルゼンチンのこれはまあ映像にね、そうなんですけど、乗せてお届けするわけでありますが、まあ、両国ともやはり相手の国には興味がないと言いますか。あれ、そうなんですよね。ブラジルの新聞でもアルゼンチンの記事なんかほんのちょこっとですよ、出てるのは、はい、で逆にスペインだとかあっちの方の方が多いということですよね。そうですよね、はい、日本からするとちょっと考えにくいことなんですが、はい、南米ではよくあることですよね。そうですね、はいはい、右にエンドを取った青いユニフォームクルゼイロのキックオフでファーストハーフ、プリメイロテンポが始まっています。ベレスは白いユニフォーム、左にエンドを取りました。第一戦は11月の20日96年ですが、これはアウェーのベレスが1対0で勝ったんですね。そうですね、なんとチラベルトがあれですよね、後半の42分ですか、はい、PK 決めたんですよね。でこの時はクルゼイロが中盤でなんかもうパスミスがやたら多くて、はい、うまく組み立てができないでホームで負けちゃってるんですよね。そうですね、はい、まあ、孤軍奮闘していたのが、まあ1対0というゲーム、両チームのゴールキーパーなかなか出来が良かったようですけれども ね、 そうですね、ミネイロは6万人以上の大観衆を集めたんですが、6万1194人ぐらいですか、はいはい、まあ、クルゼイロのそのミナスのサポーター、ホームでね、今シーズンはブラジル全国選手権といいところまで行っていながら、そうなんですよね、でベストさあ今度準々決勝になってからですよね、はい、
まさかのポルトゲーザとの敗退ですよね。そうですね、はい、1位で結局1次リーグ通過したんですが、はい、その次のステージからは、まあ、ポジションマッチ1位対8位ということで、はい、ギリギリ滑り込んできたポルトゲーザに結局負けてしまったんですね。そうなんですよね。第1戦 3-0 っていうのがね、本当信じられないくらいでしたよね。そうですよね、はい、さてしかしそのクルゼイロ、このスーパルコッパでは非常にいい成績を残しています。ここまで8回の大会を戦って2回優勝してるんですね。そうですね、91年、92年と言ってましたよね、はい、いずれもアルゼンチンとの決勝でした。まあ、あの決勝に進出したのは3回あります。2勝1敗という成績、準優勝が1回あります。さて今日はどんなゲームをするでしょうか。ベレスがウェイで1対0とリードしてホーム、かなり有利な状況で試合が進められるんじゃないでしょうか。キャプテンのペジェグリーノ、まあ、ベレスの方はこの試合にかけて3試合ですか、はい、国内リーグではもうリザーブのチームを出しているらしいですよね。そうですね、はい、トリメラ・ペトゥーラというのが、まあ、アルゼンチンの前期リーグなんですが、すで、はい、にもう優勝は諦めて、そうですね、もう諦めちゃってますよね、はい、だからこの初優勝にかける意気込みっていうんですか、これ相当なものがあるらしいですよね。そうですよね。コーナーキック、失礼、フリーキックのチャンスです。ベレス、サンドナがフリーキック、サンドナ、カンプ、フリー、ゲット、カンプフリーの状態からのゲット、シラベルトが吠えます。そしてピアザが手を叩きます。いやー、開始3分です。これはまずいっすね、本当に。飛び返りビットルの後ろでしたね。ビットルヘディングクリアミスですよね、あそこから打たれてはさすがのジーダもね、どうしようもないでしょうね、オリンピックではちょっとお味噌つけたジーダなんですが、依然として高い評価を、ね、受けていることには変わりないですからね。これはますます苦しくなりましたね、クルゼイロ。今のリプレイショットです。サンドナからビトルクリアミス、ワントラップしてパトリッシオカンプ、ベレスのフリーキッカーがこのサンドナです。この至近距離からブラインドサイド、オズバルト・ピアザもね、カルロス・ビアンチの後を引き継いで、はい、タイトルが欲しいでしょうからね。そうですよね、ビアンチがいなくなってダメになったと言われたくないでしょうからね。そうですよ、だから結局イタリアに行くときに、それでも私はベレスを愛していると、うん、珍しいですよね、他のチームに行く監督がお別れの挨拶でそういうことを言うと、また帰ってくるつもりでしょう。そうですね、はい、1対0と白いユニフォームベレスがリードしています。モリーシー、マークはノナット、ノナット取り返します。しかしこのボール、ポッセ、ポッセ、ジウマールのクリアです。立ち上がりからベレスがかなり激しいプレッシャーをかけています。ポッセ、ファビーニョ、倒されました、リカルジーニョ、リカルジーニョは、まあ、こういった選手です。さっきあの、オープニングでご紹介したメンバー表、ちょっと顔が違ってきましたんでね、はい、ビットルも違ってました。サンドナです。右のサイドバック、ファビーロ・ガブリエル・サンドーナ、ベテランプレイヤーです、28歳、非常に気性の激しい選手ですよね。まあ、アルゼンチンらしいっていうかね、はい、そしてモリーシー、活動量の豊富な選手です。クレイソン、ジェウソン・バレージです。相変わらずがっちりしてますね、ジェウソン・バレージね、インターセプト、モリーシー、ホイッスルが鳴っています。今日の主審はフリオ・アウシーレス・マット、そして副審がグスターボ・ガレーシオ、カルロス・ペジェグリーノです。これはウルグアイの審判になりますよね。右から左に攻めている青いユニフォーム、クルゼイロ、4度目の決勝進出です。まあ、とにかくこのスーパーコッパ強いですよね。強いですね、ただモチベーションがね、心配ですよね。そうですね、ブラジル全国選手権敗退しちゃって、はい、まあ、これが今シーズン最後の試合になるわけですけれども。
です。いきなり1点取られちゃいましたよね。そうですね。ミネーロンでも負けましたしね。はい、これで3点取らないといけないわけですよね。さあ中です。完璧フリーの状態。ポステラストパス。オウンゴール。オウンゴールジェイソン・バレージ。ポッセが抜けてラストパスを出したのをジェイソン・バレージ味方ゴールに押し込んでしまいました。いやー嫌な時間にムカサさんブラジル2点取られましたね。今ねちょっと2点取らなきゃって言ってた時にPK の練習までジーダを含めてですよ、練習してたんですよ。あそうですか、これじゃあ全くその練習も意味がないっていうか。そうですよね。クルゼロとしては今日は1対0で勝つ、そして PK 戦にというつもりだったんでしょうけど ね、いやー見事にやってしまいました。ジェイソン・バレージ、バレージというのはあの AC ミランのバレージにあやかってつけた名前だそうですけれどもね、とんでもないですね。とんでもないことをやってしまいましたね。なんでセリオ・ルシオね、あの、まあ、レギュラーの使わないのかちょっとね、今日は調子が落としてるんですけど、まあ、リザーブに入ってるみたいなんですけどもね、今日の、ね、センターバックブラジルではザゲイロって言いますが、はい、ジューマールとジェイソン・バレージ、ジェイソン・バレージもね昔は代表歴ありましたよね。そうですね、あのちょっと代表に行ったり、まあ、ユースの代表だったりね、はい、したことありますけども、まあ、フラメンゴにいるときは良かったんですけどね、はい、ちょっと体作りに励みすぎちゃった部分があって、なんか体が硬いような気がするんですけどね。あマッチョという感じですよね。そうですよね、はい、ビットール中に落とします。パリーニャからクレイソン、ノナットがキャプテンマークをつけています。クロス、ソトマジョールのクリアです。まあ、一つのクルゼイロ の攻撃のパターンは今のノナットを中心 に、まあ、左サイドから上がって、まあ、クロスっていうのがありますよね。そうですね、はい、さてコーナーキックノナットの右足、ここは期待かかるところですね。そうですね、ノナット直接入りました。しかしレフリーは認めませんでしたね。そうですね、いや綺麗に入りましたね。チラベルに対してのキーパーチャージ、10マールですかね、得点できませんでした。ベレスが2対0とリードしています。慎んで新年のお喜びを申し上げます。水回りのトラブルはパイプおじさんをよろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。東京会場です。本年もよろしくお願いいたします。お父さん、いつも私たちのためにお仕事ありがとう。でも運転中の電話は危ないのでやめてください。安全にね。明けましておめでとうございます。神奈川建設10社です。本年もよろしくお願いいたします。ほのぼのレイク2対0とアルゼンチンのベレスがリードしてファーストハーフが行われています。バセラスのコーナーキック、スイッチするかそのままです。サンドナ左足でオープンスペース、完全にフリーの状態でクリスチャン・ダミアン・バセラス、ここからシュートを打つか。カルドーソシュートは枠に行きません。
カルドーソも昨シーズンまではキャプテンマークをつけていました。そしてパスを送ったバサラスも代表クラスの選手なんですが、ここのね、試合ぐらいの時にちょっと外れちゃってる状態なんですがね。オズワルト・ピアーザ率いるベレス、そしてレビール・クーピー率いるクルセイロです。ノナット左サイドからゲームメイクをします。リカルジーニョ、攻撃的なボランチです。カンプからポッセ、もう一度カンプ、パトリシオ・カンプです。ゴメス、カルドーソまで行きます。戻してバセラス、カルドーソ、もう一つ下げました。ウサイン、クラウディオ・ダニエル・ウサイン、サンドナ、パリーニャからマークが変わってノナット、サンドナ、フィジカル相変わらず強いですね、アルゼンチンの選手はね。後ろから走り込んでシュートを打てるか、ゴメス、モリーシー、いい感じで待ってますね。はい、ウサインからカルドーソ、ターンしてバセラス、カルドーソクリアしました。クルゼイロ、ここはキープしたい。パリーニャ、オンプレーですか。ソトマヨール、ポセ、カンプ、パス回し早いですね、なかなかね。ポッセ、カンプ、バセラス、バセラスシュート、ジーダ、そこも空いちゃってるし、ちょっと厳しいです ね、 ですね、攻めなきゃいけないクルゼイロ、ミナス・ジェラッシュ、ベロオリゾンテのクルゼイロ。76年の優勝の時はリーベルが相手だったんですね、リベレタトーレスですけれども、ね、はい、まあ、ブラジルとアルゼンチン、まあ、宿命のライバル、リベレタトーレスの中でも、うん、スーパーコッパの中でもその図式は変わりませんね。そうですね、ウサイン、76年など77年にも優勝のチャンスがあったんですが、この時はボカにね、PK 戦で敗れたんですよね。本当にリベタドーレスは歴史ありますしね、いろいろドラマありますよね、流血事件もあれば、あ、はい、ね、ボイコットした時もありましたしね、はい、中に入れます。アイウトン、うん、前の方かなりかかってきます。モリーシー、ギレリモ・カルロス・モリーシー、22歳です。この大会では1ゴール。ジーマールハンド大丈夫でしたかね。まあ、今のは外ですよね、さてフリーキック、先ほどはもう少し下がった位置からサンドナのキック、カンプがフリーになっていましたが、さあサンドナ、おっとまた危ない、誰しょ、ファビーニョですかね、壁に当たって、あわや再びですよね、オウンゴールというところでしたがね、ちょっとベレス、壁開けすぎかなと思ったんですけどね、セットプレーなかなかすごいものがあります。クルゼイロの方は向笠さんおっしゃってましたが、モチベーションが心配というのが全くその通りに今悪い状態になってますね。もう最悪でしょうねこれね、守備陣もなんかアタフタしちゃってるし、そうですね、はい、攻撃がうまく見立てられないし、はい、ジーマール、ジーマールはしかし相変わらず涼しい顔でプレーをしています。ひょうひょうとしたプレーが特徴ですよね。そうですよね、はい、セリオ・ルシオとのコンビの方がいいような気がしますけれどもね、誰が見てもね、思うんですけども、はい、と心配していたジェオソン・バレージがオウンゴールをしてしまったわけですけれどもね、モリーシー中に入れます。後ろからプッシングですが、そのままアドバンテージを取りました。今日はウルグアイの出身です。フリオ・アウシーレス・マット、カルドーソ下げます。ソトマジョール、チラベルまで行きます。チラベル、ここまで3ゴールを挙げています。
まあ、フリーキック彼なんですよね、ベレスのこのサンドナとチラベルが蹴っています。この前モリーシを落としてジーダー。過去2回の優勝のクルセイロ、そして初優勝を目指しますベレス、まあ、ベレスがこのスーペルコッパクアッタの94年が初優勝ってそれからですからね、すごい勢いですよね、はい、まさに新興勢力といった感じなんですが、はい、前回の8回大会の時はこのクルセイロ、ベレスともにフラメンゴに敗れたんですね、はい、ノナットラテラウエスケルドです。左のサイドバックチラベルダイレクト、ビトール、ビトールもトヨタカップで日本に来日した時はサンパウロの右のサイドバックでしたけどね、はい、大幅に移籍しましたからね、パリには含めてあのサンパウロからの移籍はクルゼイロ多いですね。そうですね、5人対2人ですか、はい、トレードがありましたから、そのうちのしてパリーニャ、まあ、パリーニャがね今年のクルゼイロミナスの優勝、コッパドブラジル、コッパドブラジル、はい、ジェイソンバレージ、ちょっとでも疲れが出てきてるっていう感じはしますよね、パリーニャにしても、まあ、他の選手にしても、パリーニャがここまで大会4ゴールを挙げてトップストライカーなんですが、まあ、良くも悪くもパリーニャ次第といったところが、そうですね、全ての組み立てが彼中心みたいなところありますからね、彼のなんていうんですか、出来によっちゃもうチームのあれが変わってきますからね。そうですね、ホセルイス・チラベル、アルケイロという言い方をします。アルゼンチンではゴールキーパーのことですが、イタリアに行くって言って結局行きませんでしたよねそうでしたね、うん、なんだか給料が同じだったらしいんですよね。そうですか、はい、あの結局ねアルゼンチンの中からいろいろバッシングを受けてしまったんですよね、はい、つまりパラグアイ対アルゼンチンの中で彼がパラグアイ代表としてアルゼンチンに決勝点となるゴールを決めてしまったんですね、はい、1対0だったんですけどもね。モリーシー大きく開いていきます。モリーシールックアップラストパスを出しますがジーダー中からポッセ、そしてファーサイドからカンプが飛び込んでいました。ベレスサラスフィールドです。ベレスはここまで5勝2分けという形でこのカップ戦トーナメントを戦ってきました。まあ、あのベレス一番苦しかったのがね初戦、1回戦のグレミオ相手がね、うん、そうですね、いいところ出せないままなんとか勝ったって感じしますよね。そうですよね、はい、そしてセミファイナルもサントス戦、これも結構苦戦したんですが、まあ、ブラジル勢とやはりグレミオ、サントスといったチームと苦戦していましたね。そうですね、タモイトランキーロエルテクニコレビルクルペやはり今の南米考えるとブラジル、アルゼンチンっていうのがやはりどうしても両巨頭になると思うんですよね。そうですね、はい、アイルトンからさらに左クレイソン、クレイソンが非常に頑張ってますね今日は。よく動きますよね、守備にもかなり貢献してるんじゃないですか、はい、ノナット、パウリーニョ、マクレーパスを出しましたがモリーシがカット、ノナットがスローに入れます。ロビングのボール、ドッグファイトになりますが、アユトン、カンプ、ロングレンジからのシュート、リカルジーニョらしいですよね。リカルジーニョロングレンジからね狙うの好きですよね、はい、クルゼイロのコーナーキッカーもこのセグンドボランチ、2枚目のボランチのリカルジーニョです。2対0、ここまでベレス・サルスフィールドがリードしています。ボラギノール A 座剤は止まって溶けて広がるトリプル作用、ジニーはボラギノール、ボラギノールは選べる4タイプ。明けましておめでとうございます。
技術が作る高度な触れ合い、ソシオテックの三菱電機です。本年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。横浜商工会議所でございます。本年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。ほのぼのレイクでございます。本年もよろしくお願いいたします。あれもこれも欲張りな君に、18歳からのこだわりライフ。作ったその日からショッピングもレジャーもサイン一つで OK。 僕たちサイズのパスポート、横浜そごうイエロークラブカード。右にエンドを取った青いユニフォーム、ブラジルのクルゼイロ、2点を追う展開です。左にエンドを取ったアルゼンチンのベレス、白いユニフォーム、画面はアユトンです。アユトンもこの大会は2ゴールを挙げています。まあ、今日のクルゼイロはアイルトン、クレイソン、パウリーニュ・マクラーレンと、まあ、3人フォワードを起用してるんですけれども、ちょっと攻撃できないですね。そうですね、はい、嫌な時間に嫌な形で2点を許してしまいました。ブラジルのクルゼイロ、このスーペルコッパには非常にいい成績を残している。8回戦って、まあ、これが9回目になるんですが、9回で4回の決勝進出、8回までに2回優勝、1回準優勝です。88年が準優勝で、この時はラシンに敗れました。76年に優勝した時のインターコンチネンタルカップはバイエルミュンヘンに敗れたんですが、ゲルトビラがいたんですね。寒いね、ヨーロッパで やりましたしね。そうでしたよね、はい、全く北半球南半球逆ですからね、はい。ファビーニョ、そしてリカルジーニョというこの2人のクルゼイロのボランチ、2人とも縦のいいシュートを打てるタイプですね。そうですね、で特にファビーニョは球出しが非常にいい選手ですよね、はい、レビル・クーピですね。まあ、この監督、活躍の場がね、どこだというのはいろいろ世界中から注目されるような監督になってきましたよね。そうですよね、ブラジル全国選手権の1次リーグでは最優秀監督賞みたいなのもらいましたけどもね、はい、ちょっと危ないですね、ここはよく守りました。ジューマール、モリーシートラップしてシュート、バセラス、カンプか、カンプです。パトリシオカンプ。ベレスの方はいいリズムでやってますよね。いいリズムですね。そんなに別に慌てなくてもいいね。2点取られても OK っていう状況ですからね。そうですよね、はい、足元のボールにばかり目がいっているクルゼイロに対して、少し先を見ているという感じのベレスですね。そうですよね、当然スペースも空いてますから、そこへちょっと放り込んでいてっていう感じでできますしね、はい。まあ、新興勢力のベレス・サルスフィエルド、94年に、リベルタドーレスカップは初優勝、この時はね、確かサンパウロの3連覇を阻んだ形になったんですね。でその原因となったのが今日のパリージャンですよね、はい、PK をちょっと外しちゃって、あれでサンパウロでもうなんか叩かれて、調子を完全に崩しましたよね。そうですね、パウリーニョ・マクラーレン折り返せませんでした。なんかちょっと相変わらず重いですよね。そうですね、もともとそういうところはあるんですけれどもね、まあ、ポルトゲーゼにいた時はもう少し軽やかな動きがあるでもね、明らかに今重かったですね、まあ、8ヶ月ベルマーレにいましたけど、やはりちょっと日本のサッカーに合わないタイプですよね。そうですね、リカルジーニョのコーナーキックからカウンターに出ましたベレス。
さあ1人ワンツーのような形になりました。ラストパスヘディング流してジーダー、よく行きました。ポッセが飛び込んでいました。ラストパスをヘディングで出したキャプテンマークをつけたペジェグリーノ、これはシュートだったんですかね。いや、今のはシュートじゃない。ラストパスですね、はい、よく見てますからね、ジーダーよく飛び出しました。飛び込んでいったマルチン・アンドレス・ポッセ、バセラス一旦下げました。ゴメス、カルドーソ、どこに出すか。また一旦下げました。中からカンプ、スイッチして右のオープンスペースです。ここにポッセ、ヘディングシュート、おーっと2段ヘディングシュート、カンプです。今のはちょっとびっくりしましたね。いい感じですよね。ポッセが入れて、モリーシー、そして最後はカンプです。オプションなんですかね。なるほど。いい攻撃してますよね。ただちょっと寄せが甘いですよね。甘いですね。はい、簡単に入れさせちゃうし。はい。リカルディニオ、アイルトン。アイルトン縦に出します。パリーニャポストプレー、アイルトン、ゴメス。あとチャージを取られました。イエローカードです。マルセロ・アドリアン・ゴメス25歳、アイウトにイエローカードです。今のリプレイショットをご覧いただいています。ボールと一緒に足も蹴ったという感じですかね。今日のレフリーはウルグアイの出身です。44歳のフリオ・アウシーレス・マット、まあ、こういうビッグゲームは審判によるところが大きいですよね。そうですね、はい、興奮しないでほしいですよね、最後までね。まあ、リベルタドーレス、これはスーパーコッパなんですが、リベルタドーレスと言いますと本当にその審判もエキサイトしてしまった、両選手もエキサイトしてしまったという、ちょっとね見ていて殺伐たるゲームもかつてはありましたね。ありましたね、ただ最近はかなりあの南米同士の激突でも落ち着いてきましたよね、はい、レベルそれだけ主審もそうですし、はい、選手たちもなんていうんですかね、上がったんですよね、そういう意味じゃね。そうですよね、はい、中でポストプレー、クレイソン、リカルジーニョ得意のプレーなんですが、チェストでトラップして、ルゼイロはこの選手をあれですよね、いい感じで見出しましたよね、あれだけドリブルできるボランチってなかなかいないですからね、難しいですね、はい、ブラジルじゃ、まだ20歳ですし期待できますよね、はい、アルケイロ、ホセルイス・チラベルトです。白いユニフォームベレスが3分そして8分2点をゲットして2対0とリードしています。第1戦も1対0で勝っておりますので、アグリゲートスコア、通算スコアは3対0です。クルゼイロが勝つためには4点を取らなければいけませんが、厳しいですね、うん、雨ですしね、今日はアルゼンチンのホセ・アマウフィターニスタジアムで行われているゲームです。第9回南米スーパーカップリベルタドーレス決勝の第2戦です。パスをゆっくり後方で回してです。モリッシからサンドーナー、ペレグリーノ、ペジェグリーノ、サンドーナー、まだサンドーナーキープ、チップで浮かせます。モリーシ右に開いていきます。キープ力もあります、うん、あ、ファールで止めてしまいました。
最後ジュマールですかね、イエローカードです。まあこの森石にイオンにさせてはいけないというようなこともそうですね、ありますけれどもね、舐められてるって感じありますからね、ですよね、はい、今もうこれはもう明らかにもうファールだという感じでいきましたね、そうですね、遅れたとかそういうことではなくてですね、ジュマールがちょっと怒ったというところでしょうかね、今のプレーはね、明らかなファールです、もうイエローカードは当然です。ただこの位置でのフリーキックはですね、さっき1点取られてる位置、もうちょっと奥の方ですけれども、嫌ですよね。そうですね、ちょっとね、クルゼイロのまあウィークポイントっていうと、はい、ちょっと真ん中とゴールキーパーとの連携ですからね、はい、サンドナから森石キープします、カンプ残して後ろスイッチで目ウサイン中に入れます、森石よくカットしました、ジュマール、森石まだキープ、レナット、ノナットがマーク、前を向けるかウサインダメです、クラウディオ・ダニエル・ウサイン21歳です。もうスタンドはもう、まあ、クルゼールもチームカラーの色は青なんですが、ベレスも青ということ で、ね、この青はもちろんベレスのサポーターの色です。森石、ゴメス、カンプス、ウサイン、ペジェグリノからサンドーナ、チップで浮かせます、ポッセ走らせます、マルチン・アンドレス・ポッセ21歳、2ゴールをこの大会ではマークしています。ベレスは94年に優勝してサンパウロを倒しましたが、そのままトヨタカップ AC ミラーを2対0で下しています。この時はね、日本のファンはもう AC ミランの方をよく知ってますから、ベレスなんて知らない人多かったですからね、誰もがミランが勝つと思っていたわけですけれどもね、南米恐るべしというところを見せつけたベレスでしたね。ファビーニョ、リカルジーニョ、アイウトン、中ポストプレー、パリーニャ、クレイソン、シュートチップ浮かせました、パリーニャとそしてウサイン、パリーニャがね、ここは決めてほしかったですけどね、シーズン終わる時なんかこうパリーニャの決定力もなんかだんだん低下していったなって感じはしますよね、あのブラジル全国選手権でもね、はい、準々決勝リーグに入ったぐらいから急速に何か、はい、疲れが出てきちゃったって感じですよね、28歳、で特にまあソフィーが強いタイプじゃないですから、そうですよね、はい、あの長く休めさてやるといいプレーをするという、はい、そうですね、だから1週間に1回ぐらいのゲームだったらいいんですけどもね、まあ、10番をこのチームではつけていますが、だんだんもう少し位置が下がってしまうかもしれませんね、たとえてボランチではないですからね、まあ、下がり気味のオフェンシブハーフということになるでしょうね、そうですけどね、メインオフェンスイバー、でもそこじゃちょっとね、パリネラさは出ないですよね、はい、パリーニャらしさというと、もうペナルティエリアの中に入ってもなおかつドリブルで突き進んでいくような、ゴールキーパーも綺麗にかわして、はい、コンプリートしたいというタイプですよね、それでテレ先生には随分怒られてましたけどね、そうですね、サンパウロのテレサンターナ監督ですね、まあ、当時監督という言い方になるんですかね、はい、さてフリーキックですが、パリーニャですかね、あるいはアイウトンですか、ビットール、パリーニャです、パウリーニョ、パウリーニョ、マクラーレン、ああ、ここでファーストハーフが終了しました。前半3分カンプのゲット、そして8分にはクルゼイロのジェイソン・バレージのオウンゴールがありました。2対0、ファーストハーフ終わってベレス・サルスフィエルドがリードしています。
la Supercopa. 東急建設の技術、コンサートホールのすべての席を音の S 席にする実験、東急建設技術研究所の音響研究施設。素晴らしい音楽は素晴らしい音響空間で聞きたい。音へのこだわりが優れたコンサートホール作りをはじめ、あらゆる建築空間にフィードバックされています。新発想新技術、東急建設です。明けましておめでとうございます。放送施設放送機材輸送の申請サービスです。本年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。オールウェーブアソシエツです。本年もよろしくお願いいたします。19世紀末パリでアールヌーボー様式の巨匠として活躍したアルフォンス・ミシャ。本展ではパリ時代から祖国チェコへ戻るまで生涯を通じて制作された油彩ポスターなど約200点も展覧いたします。アルフォンス・ミシャ生涯と芸術展は総合美術館にて開催中です。セカンドハーフ、エンドが変わります。右にエンド、2点をリードしたベレス、白いユニフォーム、そして左にエンド、クルゼイロ、青いユニフォームです。ベレスのキックオフでセグンドテンポ、セカンドハーフが始まっています。南米スーパーカップリベルタドーレス決勝第2戦をお伝えしています。第1戦は1対0でベレス、第2戦もここまで2対0とベレス、3対0通算スコア、ベレスが大きくリードしています。さてハーフタイム、クルゼイのレビル・クーピー、大変知的な監督というイメージがあるんですが、どういった指示をしたでしょうね。前の方で点が取れませんからね。リカルジーニョ、ウサインとアウト。ノナット、あのノナットのコーナーキックが入っていればね、またイメージ違ってくるんですよ。ノット、ロングレンジからシュート、ファビーニョ、そしてリカルジーニョという、このドイツボランチがロングレンジからね引き剥がすというかアクセントになるシュートを打っているんですが、シラベルのプレースキックです。クルゼイロの昔さオプションとしてはどうでしょうね。どういうことが考えられますか。もう何しろ早めに点取らなきゃいけないわけですからね、もうそれだけですよね、はい、あとはちょっと攻撃もう少し上にかけてもいいかなって思うんですけど、ね、ビトールのノナットあたりもう少しね、はい、上がって前目の選手を増やしたが、サンドナリスクを負ってやらざるを得ないでしょうね、はい、もう、はい、28歳右のサイドバック、ディフェンソールという言い方をアルゼンチンではしますが、ディフェンダーですが、サンドナ、ゼッケン10番のカンプ、フォワードはダレンテーロと言います。ミッドフィルダーは全部ボランチという言い方をするんです ね、 ですね、アルゼンチンはね、はい、キャプテンマークをつけていますペレグリーノ。クリアボール50ボールです。パウリーニョ、マクラーレン、ファビーニョ、クレイソン、トライオス、カンプ探しています。ペレグリーノ、ポッセ、ヘディングシュート、ペジェグリーノヘディングシュートを放ちました。なんか危ないですね、今日は特にあのセンターバックだけ見ると背の高さで随分損してる感じがしますね、はい、クルゼイロね。25歳です。キャプテンマークをつけたマウリシオ・ペジェグリーノです。94年にリベルタドーレスカップ初優勝を果たし、この南米スーパーカップにも出場するようになりましたベレス、まあ、ベレスの方は、国内のリーグ戦
主力を温存してこのカップ戦にぶつけてきました。一方のクルゼイロの方はすで、にリベルタドーレスカップの出場権はコッパドブラジルで獲得してはいるんですが、ブラジル全国選手権、こちらの方は嫌な形で負けてしまいましたね。そうですね、 あまりにもあっさりとした負け方でしたからね。その何かこう両チームのコンディションの差がそのまま出てしまっているようなここまでのゲーム。ソトマジョールにイエローカードが出ました。青いユニフォームクルゼイロ、こういうところもちょっとねモチベーションをちょっと奪っていくような、集中力も奪っていくような、今日もちょっとなんていうんですか、パスミスが非常に多いですよね、はい、いつもはもうちょっと綺麗な形でつながっていくんですけどもね。そうですよね、はい、変にちょっと足元ばっかりにいっちゃったりとかね、まあ、のブラジル全国選手権では、まあ、ポルトゲーザーというチームがですね、ノーマークというような状態から、まあ、上がってきたわけですが、はい、クルゼイロ、グレーミオ、ポルトゲーザー、組織的というような意味では持ち味の似たチームですよね。そうですね、で一方のベレスも南米の中では組織的なプレーをすると、もともとベレスはイタリアにいろいろとね影響を受けていたこともあるということもあるんですが、かなり組織的なチームですよね。まあ、だからすごい選手がいないチームはどうしてもそうならざるを得ないわけですよね。そうですよね、はい、そう両チームともそう代表クラスで顔を打っているような選手ってのはいないんですよ、はい、そうはいないんですよね。ゴメスからのパスは中ぽっかり空きそうでした。パウリーニョ、パウリーニョ、マクレーロ、ウサインがマーク、フリーキックのリスタート、あーっとこのトラップが悪い、ウサインに取られました。スライディング50ボール、はい、そうですね、審判すぐ近くで見ていました。おっとノナット、あ、後ろからしかし誰でしょうかね、テジェグリーノかサンドナか頭突き倒しましたね。これレッドカードですか、うん、チラベルが割って入ります。あのチラベルはこういうこと好きなんですよね。好きですね、あー、しかしムカザさん、キャプテンマークカピトンのノナットがレッドカード、ブラジルではカルトンベルメーリョという言い方をするそうですが、レッドカードを受けてしまいましたね。ちょっとタックル、確かに両足ちょっと行ってますけどね、揃えてですからね、でもゴメスがまあ怒るのも無理はないんですが、でもまあ、ボールにもね、そうですね、ボールの方向ではあるんですがね、あー、まあ、ボールですかね、まあ、半分でしょうけど ね、この辺はホームタウンデシジョンということもありますし、ただこのレッドカードをきっかけに試合が荒れなきゃいいんですけどね。うそうですよね、そういうことはよくあります。はい、クルゼイロ、これ苦しいサンドナにもイエローカードですね、ちょっと今エキサイトしてましたからね、彼はね歯を剥き出して怒ってましたからね。さあ苦しくなりました。トータルスコアで3対0とリードを許しているクルゼイロ、10人で4点取らなきゃならなくなりましたね。最低でも3点です。イエローカードを受けたサンドナから縦にパスが出しました。モリシ、余裕があります。白いユニフォームベレスサルスフィエルド、初の優勝に向けていい形で試合を進めています。セグンドテンポ、セカンドハーフ2対0とここまでベレスがリードしています。最終ラインからジューソン・バレージ、もう胸なんかピッチピチですよね。すごいですよこの選手、筋力トレーニング、うん、近くで見ると、あ、叩きゃいいってもんじゃないですからね。あっと、もったいない、うん、ポッセー、ただ動きはいいですよねこの選手は ね、 いいね、ああいう感じでね出てくるのが、はい、本当にうまいっていうか得意ですよね。
ペレスもトロッタ、そして監督のビアンチハンド、さてビトール、キーパーチュラベルト、これはパーリーニャのシュートダメでした。最後外はジョールですかね、クリアね。ビトール決定的でしたね。まあ、パーリーニャもねちょっとケダロディジャード、アルカンサーレチャサル、ちょっとマドルミデラペロタ。さあクルセイロまだ攻撃が続きます。シュート打ちます。ショート打ったクレイソンなんですが、チラベル、ちょっと今日はしかし迫力ないですね、チラベルね。いつものようにね、あの黒いユニフォームじゃないとダメなんでしょうかね、ブルドッグの絵の書いてあるね。パリーニャ、クレイソン、アイウトンですが、違います、これはジューマールです。ジューマールオフサイドポジションですか、ここまで上がってますよね、まあそうじゃなきゃいけませんね、はい、ザゲイロセントラルという言い方をしますが、ストッパータイプのディフェンダージューマールです。もう優勝を待つばかりという気持ちにすでになってるんじゃないでしょうか、ベレスのサポーター。そうですよね、クルゼイルはね、立ち上がり、今シーズンの立ち上がりはもうミナスのチャンピオンになり、はい、コッパのブラジルを勝ち、はい、ブラジル全国選手権の1次リーグを完璧な形でトップ通過だったんですが、はい、急失速ですね。そうですね、ゴメス関してポッセ、サンドナ、姿が非常にいいですね、よく見ています。ゴメス、運動量豊富な選手です。モリス、そしてゴメスはよく動きます、バセラスに対するファールは流しました。カルドーソ、カルドーソクロスを入れます。長い距離を走るか、ビットール、ビットール一旦下げました。ファビーニョ、パウリーニョがキャプテンマーク引き継いだようですね、はい、まあ、年齢的にもね、そんなとこでしょうね、はい、外マヨール縦に出しました。ゴメス、モリーシースイッチしてサンドナ、サンドナルックアップ、中を見ています。サイドチェンジ、胸で落としてカンプ、カンプ、カンプ、縦にパス、これはジェイソン・バレージ、ジェイソン・バレージ、長く持ってショートパスでした。パウリーニャ、マクラーレン、中パウリーニャ渡りません。ああいうとこですよね、クズエルらしくないんですよ。そうですよね、はい、ジェイソン・バレージ、ファビーニョ、ボランチのファビーニョ、ここもねスーッとビットール上がったりに上がっててほしいところなんですがね、はい、そのビットール、パリーニャ負担になってますからね、一人に分だけね、はい、そうですよね。ノナットがレッドカードで対象になっています。あ、決定的ポッセ、あ、よくここは打たせませんでした。ジューマール、ポッセが今一つっていうところはあそこですよね、いい感じでいいところまで行くんだけれども、はい、最後がねっていう、あのポジショニングとね、はい、走り込みのタイミングはすごくいいんですけどね、最後のフィニッシュができない、そうですよね。アイウトン、スライディングタックルをかわしました。アイウトン、後ろから押されたか、ウサイン、ちょっと倒れてしまいました。あのタックルを受けて倒れるときに誰かの足に当たったか蹴られたか、顔を押さえてますからね。フリーキックのリスタートです。青いユニフォーム、クルゼイロ、91年と92年にはスーパーコッパで優勝していますリーレル、そしてラシンを倒しています。一方初の決勝進出を果たしましたベレスサルスフィールド、ゴメスにイエローカードが出ました。マルセロ・アドリアン・ゴメス、25歳です。ここまでは2対0、カンプ開始3分、効きました。これは
そしてさらにジェイソン・バレージのオウンゴール2対0です。さらにクルセイルはノナット、キャプテンマークをつけていたノナットはレッドカードで退場です。白いユニフォーム、ベレスがリードしています。モリシーのフィードパス、ポッセインターセプト、ミスパスになりました。ジェイソン・バレージ、ファビーニョ右のスペース、ビットールです。ワントラップ、ここから早く攻めたいんですが下げてしまいまして、リカルジーニョスイッチしてパリーニャシュート、リカルジーニョダメ、あーファール受けましたか、接触しましたか、ちょっと足入りましたけど、今のリプレイです。リカルジーニョのシュート、あーそうですね、ブロックされた形になったんですかね、ちょっと足を引きずっています。セグンドボランチ、リカルジーニョ前でね、ちょっとパウリーニョ・マクラーレンがポストになりきれてないですからね。そうなんですよね、だからどうしてもいい感じでつながらないですよね、彼がポストにならないとパリーニャも生きてこないわけですからね、ポッセ、ポッセ、ムリーシの後ろです。いやしかしここまでクレイソン、まあ、攻められてるから仕方ないとはいえですね、フォワード、ブラジルでいうアタック感知の選手がここにいちゃいけませんね。ですよね、だけどすごいよくやってますよ今日は。よく動いてますけどね、はい、ただ守備の意識がちょっと強すぎるようですけどね。いや両方よくやってると思いますけどね私は。そうですか、はい、はい、ビトール、パリーニャ、ファビーニョ、ファビーニョ入れます、うん、インターセプト、ミスパスになりました。ソトマジョールからバセラス、バセラス、ゴメス、リカルジーニョ、後ろからジェイソン・バレージ、ビトール、アイウトン、アイウトン、ロングシュートを狙ったんですか、狙いましたね、はいはい、もうちょっとね、このチュラベルを脅かすようなプレーが見たいですけれどもね。そうですね、ちょっとクルゼールは意気消沈しちゃって、いつもは球出しうまいあのファビーニョなんかもなんかつまらないパスミスですか、ありますし、なんかそんなの感じますよね。何か本当にそのここの大会決勝戦に至るまでの、モチベーションの差、そして最後に残っていたモチベーションを開始の10分以内に全て奪われてしまったという。たった8分で2点ですからね。険しい顔つきをしていました、レフリー、ジュイスのフリオ・アウシーレス・マット、ベレスもそうきつい攻めはしてきません、バセラスからのパス、中、シュート打てるか、カンプ、ブロックされました、今日1ゴールをゲットして、4ゴール目になりました、カンプ、大会ではこのカンプ、そしてパリーニャが4ゴールずつをゲットしています、これに次ぐのがチラベルとの3ゴール、パウリーニョも3ゴールということですが。バセラス、ゴメス、クラウディオ・ダニエル・サインです。もうパスをゆっくり回していますが、もうクルゼイロもそう厳しいフォアチェック、ボールを取り返そうというような意識はないようですね。ないですね、ペジェグリーノ、カルドーソ、カルドーソ、ゴメス、あとは誰でしょうね、バセラスあたりでしょうかね、日本トヨタカップで来日して優勝した時がね、そうでしょうね、はい、AC ミランに2対0で勝ちました、この時は、トロッタというセンターバック、キャプテンマークをつけていた選手、あのビアンチと一緒に移籍してしまいましたけども、彼が PK を決めて、あと今日リザーブに入っているアサという選手がコスタクルタのボールを奪ったんですよね、はい、2対0でした。もう深く守っている、負けているんですが深く守っているクルゼイロ、そして中盤は完全にこの白いユニフォームのベレスが、支配して時間だけが過ぎているということになっています。そうですね、
ブラジルファンとしては辛いですね、この A はね、はい、カルドーソ、ウォシとカルドーソ、ソトマヨール、ゴメス、もうボール本当にこれは終了間際じゃないかと思うような光景が展開されていますね。右からサンドナー、バセラス、バセラス、縦のパス抜けてシュート打てるか、中央カンプ大の字、ここも真ん中ですからね。ただちょっと決定力ないですよね。そうですね、はい、2対0ベレスがリードしています。ボラギノール A 座剤は止まって溶けて広がるトリプル作用。ボラギノールは選べる4タイプ。ほのぼのレイク。明けましておめでとうございます。人材派遣のパソナです。本年もよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。ガラス飛散防止フィルムの総称です。本年もよろしくお願いいたします。今年はギュッ、ポンプをギュッ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 で床からほかほかほっこほこ、電気代もギュッギュッギュッ、今年もよろしく、いいことギュッのエオリアナショナル。第9回の南米スーパーカップリベルタドーレス、セグンドテンポ、セカンドハーフゲームが続いていますが、クルゼイロが選手を交代しました。ゼッケン10番のパリーニャに変えて16番のドニゼッチ、そして7番のアイウトンに変えて20番のダスーバを入れました。ムカソさん、はい、パリーニャを下げてしまいましたね。ちょっとまあ動き的にはっていうところでしょうね、はい、そうですね、はい、そしてまあよく動けるボランチタイプのドニゼッチを入れて、はい、そしてアタッカンチフォワードのダシウバを入れましたね、はい、ダシウバをパウリーニョと変えてほしかったですけどね、うん、そうですね、はい、同じ前目なのね、はい、アイウトンは頑張ってましたけどね、はい、クレイソンアイウトンはなかなか中盤に入ってってよく頑張っているんですが、はい、さあダシウバ、この人はもうひたむきな選手です。若い選手ですけどね、そうですね、はい、あの将来楽しみじゃないですか、一方のベレスの方はゼッケン10番今日1ゴールをゲットしたパトリシオカンプを下げて、朝を入れています。オマル・アンドレス・アーサー、あのミラン戦でとどめのゴールをゲットした選手です。で MVP でしたっけ、ね、あ、そうでしたね、あの第1戦もね後半にこの選手が入って、ペナルティエリアまで突っ込んで PK を入れたわけですよね、はい、パッセなんか13ヶ月あれですよね、なんか右膝負傷してなんか、ね、出られなかったらしいですけどもね、はい、ポッセが倒されてしまったベレス、まあ、チラベルとポッセというとあのセミファイナルの2戦目ですね、サントス戦だったんですが結局1対1になったというゴールは、チラベルとがゴールキックを蹴ったボールが直接ポッセに渡ってそれをゲットしてしまったというシュートがあったんですね。まあ、サントスにとっては痛かったですね。ですよね、まあ、アンラッキーって言うしかないでしょうね、ベレスはグレミオ、オリンピア、サントス、そして現在クルゼイルと対戦しています。一方のクルゼイルはナシオナル、ボカ、コロコロ、そして今日ベレスです。両チームともこれが8戦目になります。決勝第2戦です。
ベレスがここまで12ゴール5失点、今日の得点を入れると14ゴールになります。クルゼイロの方は12ゴール6失点までが第一戦までの得点です。さて、パンドルフィーがアップしています。ベレスです。さあ2点をこのゲームでは2点、通算3得点を追っているクルゼイロ、前の方選手いませんね。おっとチラベルト、ちょっとチラベルト足痛めましたか、引きずってますね。余計なことするからですよね、らしいプレーですけれどもね、体重いんだから余計なことしない方がいい、重そうに見えますね、これはちょっと俺は具合が悪いから打たせるなと言っているようなアクションにも見えませんか、足引きずってますよね、内転筋かなんか痛めたんじゃないですか。さてここでだけどちょっとベレスあそこで変える、あれポッセからパンドルフィに変える、そうですね、ポッセ変えてくれって自分も変えてくれって言ってますね、どうするんでしょうね、まあ、まあ2人変えられますね、そのままでも出てますよね、なんか無視されて無視されてますね。ベレスの方のゴールキーパーカバレーロがアップを行っていますが、変えるかもしれませんね。あでもパンドルフィーが入りました。ポッセが下がります。もう一人ゴールキーパーどうでしょうね、ピアザ監督は変えるでしょうか、もうチラベルとはもう交代してくれというふうにアピールしてましたがね、この方がフィジコなんでしょうかね、いやドクターですか、ですか、はい、じゃないですか、こういうケースですと、はい、パンドルフィーが入りました。フェルナンド・ダニエル・パンドルフィーです。そうですね、剣をちょっと痛めているようで、レフリーのフリオ・アウシルス・マットも近くにいます。そしてキャプテンのペジェグリーノ、ここですよね、ここでパウリーニョをかわして、さらにダスイバもかわしたときにちょっと筋肉痛めたですね、重いんですから、サンドナも痛んでますね、右のサイドバックのサンドラも痛んでますね、これは面白いですよね、どっちを変えるんでしょうね、どっちが大事か、サンドラか調べると、どっちかしか変えられませんが、あれでも重要は変える選手はディフェンダーの選手ですね、サンドナも、ああもうドクターがこっちを変えろというふうに言ってますね、そうするとチラベルとは変えてもらえないわけですね、はあ、メンデスがいます、パラグアイ人ですから変えてもらえないんですよきっと、あそういうのはあるかもしれませんね、なんだかジョークで済まないような、最近のアルゼンチンにはね、そういうね、そうですよね、半分はチラベルと大好き、半分は大嫌いという、はい、チラベルとはどうも変えてもらえないようです、もうとにかく3人しか変えられません。あ入りましたね、メンデスが入ったからチラベルとはそのままですね、なんとか我慢してやれと、そうですね、チラベルとのところに行く前にセンターバックで止めるからということなんでしょうか、ディフェンダーのメンデスを入れました、18歳若い選手ですがね、チラベルとちょっと見たいですね、クルセイロシュート打たないかなビットルです、まあ一人少ないですからね、クルゼルの方が、そうですね、さあゴメスから朝ドニゼッチ、ペナルティエリアの中、あっと PK です、今のはボール行きましたかね、っていうかもうわざと最初からもう倒れるって感じでしたよね、あ朝が倒されて、あちょっといい加減にしろって言って、ジューマールがまたあの不敵な笑いを浮かべながらですね、キーパーをつついているという、この辺がジューマールらしいんですが、これはボールいってますけどね、最初から倒れるっていうつもりですよね、投げ出した足がドニゼッチの足はかかってます、そして左足がちょっと高く上がっちゃったのがですね、イメージ悪かったのかもしれませんが、先にでもボールに行ってますからね、右足はね、あれ PK はチラベルですか、
取れば4ゴール目ということになってですね、3人並んで、得点王という方があるか分かりませんが、最高得点ということにはなりますね。大会得点王になるんですかね。うん、でもまあこういう大会で得点王ったってね、偉かないですからね。さあフリーキック、ジーダが足止めてんのにこんなとこ来ていいんですかね。もう辛そうな顔してますね、チラベルト。チラベルト蹴ります。まあどうでしょうね、彼非常にパワーシューターなんですが、左足、まあ、実際決めてますからね、まあ、花を添えるということなのか、得点を取らせようということなのか分かりませんが、 PK です。あ、止めた、ジーダ止めた。これはチラベルト戻らなければいけません。インプレーです。一生懸命戻ります。辛そうな顔です。これで思いっきり決めちまえばいいんですけどね。そうですね、早く攻めたいんですが、いかんせん10人のクルゼイロ、ロナットがセカンドテンポの比較的早い時間退場になりましたので、もう他の選手の消耗も激しいでしょう。あっと、これはファビーニョとですね、ペジェグリーノ、あの今のボールが落ちた人一つ前のプレーだと思いますが、厳しい顔していますね、今日のレフリー。フリオアウシデスマット、あのファビーニョを呼びますね。早く来いというふうにエキサイトしています。あ、なんか言いましたね。もう一人の選手も来いと、僕ですかというふうにペジェグリーノ、あ、レッドカード、あ、ペジェグリーノ、ペジェグリーノレッド。そうするとファビーニョもレッドですか。いやそんなプレーじゃないでしょう、今のは。これはレフリーちょっとエキサイトしてしまってますね。うーん、試合が壊れてしまいます。これでは台無しですよね。いや、そんなすごかったですかね。いやいや、両キャプテンが結局退場してしまうことになりました。ノナット、そしてペシェグリーノ。あ、リプレイ見ましょう、5番と6番が、あ、ここですね、スライディングタックルにファビーニョが行って、まあ、ちょっと足上がってますけど、実際には当たってないしですね。ペシェグリーノが蹴るぞというジェスチャーをしたときファビーニョもやるならやろう、よくあるケースですよね。そうですよね、南米はこのくらい当たり前ですよね。当たり前だし、まあ、決勝だし、まあ、イエローカードでですよね、っていうところじゃないですか。いやベレスが10人、まあ、カード出す前にちょっとこう選手呼んでね、なちょっと落ち着けみたいなね、そういうジェスチャーあってもいいのに。そうですよね、またちょっとあれ、またレッドカード出してますよ。ドニゼッチですか。ドニゼッチが、あ、今後ろからちょっとは蹴ってましたけどね、そんなプレーには見えませんでしたがね。あ、もうちょっとレフリー切れてるんじゃないでしょうか。リプレイを見てみたいと思いますが、タックル行ってるけど綺麗に外されて、 そうですよね、その後リカバーに入った時に足は引っかかってましたよね。はい、これですね、ここでウサインからパスが出て、それでパンドルフィーですね、ここタックル、これドニゼッチ、これ問題ないですね。あ、でもこっちのプレーの方が汚いじゃないですか。そうですよね、ここでジェイソン・バレージに対して、あ、この後ドニゼッチが後ろから行った。いや、でもあれでレッド出すんだったら、ねえ、パンドルフィーだって汚かったのにあれは流しちゃってるんですもんね。そうですね、あ、ちょっと大切な決勝戦が壊れてきてしまいました。ベレスもこんなんでね、こういう勝ち方じゃねえ、ちょっと、そうですよね、せっかくのそうじゃなくても、勝ち方がそうありますけれどもね。いや、大変なことになりました。レッドカードこれで4枚です。朝に対してリカルジーニョです。もう今日のレフリーちょっとしたプレーでもこの後カード出しかねませんから、残った選手は気をつけた方がいいでしょうね。はい、さあ残りが5分ぐらいです。セグンドテンポ、ゴメス2対0とここまで白いユニフォーム、ベレスサルスフィールドがリードしています。白いシャツに青いパンツがベレス、青いシャツに白いパンツがクルゼイロです。パンドルフィー、朝、パンドルフィー、パンドルフィー、
ターンしてカルドーソがキャプテンマークを引き継いでいます。バセラス、ハンドルフィーからもう一度バセラス、モリシ、アサトゥーマークです、うん、クレイソンはよく頑張ってますね。すごいですよ本当に、バセラスが前の方でパサーになっています。ゴメスからもう一度バセラス、ボールもう回しています。もうクルゼイロの選手もチェックには行きません。グランドすごい空いてますもんね、リベルタドーレスを過去勝った17チームで争われているこの南米スーパーカップ、スーペルコッパという言い方を向こうではしますけれども、第9回のチャンピオンにヴェレスが刻一刻と近づいています。3分にカンプのゲット、8分にはクルゼロのオウンゴールがあって2対0とリードしています。第1戦も1対0で勝っておりますので、通算3対0とリードして、あと残り何分あるかといった状態になっています。ベレス勝てばもちろん初の栄冠ということになります。ウサインから右に出します。モリーシー、ギレリモ・カルロス・モリーシー、ハイクロスを入れます。中、朝が倒れています。オマル・アンドレス・アサ24歳、カットしました。モリーシー、バセラス、ハンドルフィー、モリーシー突っ込みますが、ジーダー、もうジーダーはあんなつまらないゴールさえなければよくやってるんですがね。そうですよね、今日に関してはね、はい、はい、あ、ポッセです、21歳、新しいスターになりそうですけれどもね、もうちょっと練習必要でしょうね。アルゼンチン代表監督のパサレラが許すギリギリの髪の長さじゃないかと思いますけれども、肩まではいいというふうに変更しましたからね。あ、そうですか、なんか日本の校則みたいですよ学校のね決まりみたいですね。もうゆっくりとボールを回していますベレスです。こうなっちゃうとね、試合としては今一つ、いや、これだけレッドカード出されて人数足りなくなったらできませんものね。そうですよね、あとはもうゴール決めないとベレスの方は、はい、そうですね、うん、まずいですよね。アサ、そしてパンドルフィー、バセラス、この辺りで前の方ボールを回しています。そして、相変わらずタフネス、ダイナモなモリーシがよく動いています。クレイソンももう孤軍奮闘、一人で守って、そして一人で攻めて、クレイソン、ダスイバ、プレッシャーをかけます。メンデス、ダスイバーがキープしては仕方がないんですけど、もう味方のフォローが、サポートがね、人数いませんからね。なんといってもレッドカードでクルゼイロの3人退場になってますから、この時間では苦しい。クレイソン一人で頑張っています。さすがになんかシュートにも力がある、リカルジーニョですね、ちょっとシュートにも勢いがないですよね。さすがのリカルジーニョ もうこの時間にありますとね、厳しいチェックも受けていましたしね。そうですね、はい、さあ残り時間がほとんどありません。ハンドルフィー、モリーシー、ジューマール、ひょうひょうとしてます。こうなんか不敵な笑みが浮かんでくるようなザゲロスセントラウ、ザゲロスのジューマール。もうクルゼイロ もうガツガツしても仕方ないなっていう感じですかね。そうですね。ビトール、
俺たちはリベルタドルス出られるんだっていうふうに気持ち切り替えてるかもしれませんね。ベルスの方はしかし、まあこのスーパーコッパーに全力を注いだために、アルゼンチンリーグ後期ね、頑張らないとリベルタドルスは出られません。アサ、パンドルフィー、すごいな、クレイソンは。ジェイソン・バレージ、あー、これタイムアップのホイッスルです。第9回のスーペルコッパ、アルゼンチンのベレス・サルスフィエルドが見事優勝を飾りました。向笠さん、決勝戦の印象をお願いします。もう最初のあの2点が全てじゃないですか。でホームで勝てなかったクルゼイロ、はい、ずっとまあね、繰り返しになりますけど、あの2点ですよね、3分と8分でしたっけ、はいはい、まあ、それがもう本当に全てですよね。嫌な時間に取られましたね、はい、そしてまあ今日はちょっとレフリングもね、少し残念だったという、ね、そうですね、終わりの方はね、まあ、試合の方はある程度決まってるんですから、まあ、ある程度演出を考えてほしかったですよね、はい、そうですよね、はい、まあ、それにしてもこの新進著しい新興勢力のベネス、また一つ勲章を獲得したと。そうですね、はい、ったゲームですね。初めてのタイトルじゃないですか、タイトルらしい、ね、オズワルド・ピアザね、はいはい、ということでベネス・サルス・フィエルドが優勝を決めたゲームをご覧いただきました。解説は向笠正さんでした。ありがとうございました。失礼しました。明けましておめでとうございます。平和の心創価学会戸田平和記念館から新年のご挨拶を申し上げます。謹んで新年のお喜びを申し上げます。サンサンバンクの小田原競輪です。本年もよろしくお願いいたします。汚れ虫、パパが早く帰ってきますように。ただいま。あら、今日は早いのね。野菜がいっぱい。モアズのラブバザール、モアズ。女王様、バーゲンです。モアズのラブバザール、モアズ。明けましておめでとうございます。オフィス空間を創造する岡村です。本年もよろしくお願いいたします。あ、合ってる。これだ。何か。これ。新ルチューですね。それなの、それ。いつも飲んでるアンズの酒は栄翔源の新ルチュー。覚えとかないとね。この番組は東急建設、ほのぼのレイク、ほかご覧のスポンサーの提供でお送りしました。